来年、山形県でのさくらんぼ栽培が150周年を迎えます。これに合わせ、さくらんぼを使ったある製品の製作が進められていて、今日、その途中経過が報告されました。その製品がこちら。一見普通の服に見えますが、原材料の一部に廃棄される予定だったさくらんぼの剪定枝が使われています。冬場いらない木を伐採して結構な量出るんですけど、その材料を粉砕して、で粉にして、で和紙を作る時の中に混ぜて、で紙を作って、それから糸を作った。今日はこの服を作っている佐藤繊維などが吉村知事に途中経過を報告しました。通常廃棄される剪定枝から新たな製品を作ることができれば、さくらんぼに新しい価値を持たせ、持続可能な農業にも役立つと期待されています。色がいいね。早速試着してみると、はい、軽い。あ、そうですね、和紙なんでね。軽いです。冬の間伐採したその木の枝がね、こういうふうに製品になるなんて誰も考えたことがないと思います。私も本当にびっくりしました。ぜひいろいろな製品が誕生するといいなと思っています。この服は来年春頃からの販売を目指し、開発を進めるということです。